で、この前なオーディション、うん、サップ西成が、はい、サトルとガチになってフック行ってリス投げてきて、はい、それに対して、まあ、俺も自分がそのなんかバチンとなんかなった時に1対1やろうが1対何で2つ複数やろうが自分たちの味方にはコントってほしいと思う方やから、うん、だって俺の喧嘩やから俺が好きに味わいたいと思うから、うん、だから、まあ、サップ対サトルっていうそのバンと乱、まあ、乱闘じゃないけどあれなったハプニングなった時に、まあ、俺は行くべきじゃなかったと思うし俺が行ったことで余計ちょっと騒ぎ大きくなって、うん、俺が行くんやったらみんな行っていいや我もみたいになってしまったような感もあるからあれもちょっとエンターテイナーをちょっと枠を超えてしまってたなあれも止めとったよな、まあ、最終は止めたけどな、うん、まあ、はっと俺が止めんと多分止まれへんなってなったから、まあ、その説も本当にすいませんでした。次このイレブンは頼むでほんまに。もうでもごめんですまんことなってないからこれもう俺はもう謝るしかできない。謝ってでもブレーキングダウンはやっぱ失敗した人を拾ってくれるコンテンツやから。大丈夫。こんな立て続けに8月から8言うた8月から3ヶ月でそんな何回も何回数え出したらもうやばいぐらいちょっと迷惑ちゃんかけてるというか騒ぎしてしまって本当に申し訳ございませんでした。